とはフィギュアスケートの特集です、はい、福岡出身のフィギュアスケーターが引退、その裏側に密着しました。フィギュアスケート福岡のエース川原誠、九州唯一の日本スケート連盟強化選手です。小学5年生でスケートを始め、数々の国内大会で優勝、シニアに上がると1年目でグランプリシリーズに出場するなど順調なキャリアを積んできました。川原誠さん、去年12月大学4年で迎えた全日本フィギュア。得点源のトリプルアクセルを見事成功。ノーミスで演技を終え、自己ベストを更新します。そしてショート、フリーを終えた川原はある決断をしました。やっと気持ちの整理がついたというか、自分に対してお疲れ様って言ってあげたいなと思ったので、これを最後の全日本にしたいなと思いました。決意した引退の二文字、最後の試合は3月の全九州フィギュアと決めました。引退宣言から3ヶ月、川原にはある異変が起きていました。怪我は痛いんですけど、羽生くんがオリンピック前になっててずっと一緒で、左足首の靭帯損傷部分断裂。直前の練習で川原を襲った試練、コーチからは危険を勧められましたが、心は揺るぎませんでした。怪我運なんで、理由をつけるのではなく、もう自分を信じて最後まで滑り切ることができたらいいなと思います。長年川原を指導してきた石原美和コーチは、原指導士でした周りの人をなんか楽しくさせたり、気持ちよくさせることができたらいいなと思います。そして共に戦ってきた仲間たちも、やっぱ彼のジャンプを見てきて、僕も真似して覚えてきた技もたくさんあるんで、やっぱ彼のおかげかなっていうのはすごいありますね。寂しいですね、本当に残念っていうか、どうしても最後は見届けたかったので。コーチ、仲間、そしてたくさんのファンが見守る最後のフリー。選んだ曲はピアノ協奏曲宿命。3シーズン前に初めてグランプリシリーズに出場した思い出のプログラムです。最初のジャンプはこだわり続けたトリプルアクセル。最後の舞台も果敢に挑みました。疲労と足の痛みが襲う演技終盤、見せ場となる連続ジャンプからのコレオステップ、途中からもう足痛すぎて歩くこともできなかったんですけど、リンクの上に立ってお客さんに何か伝えたいと思っていたので、スケート人生の全てを込めたステップ、この試合最大の加点がつきます。
結果は準優勝。ラストのフリーは1位でした。最後までアスリートであり続けた川原誠の4分30秒でした。試合後、大会側の配慮で川原のエキシビションが行われることに。試合の緊張感から解放され、最後は感謝の気持ちをスケートに込めます。自分ができることは全てできたと思うので、やりきったなって思います。改めていろんな人に支えてもらってここまで来れたんだなって。あの拍手は僕を次の道に背中を押してくれるような拍手のような気がしたので、新しい道でしっかり結果を残していきたいなと思います。本当にね、もうやりきった表情をされてましたね。その川原さんの今後なんですけどもね、アイスショーなどにも参加したりとかですね、あとはですね、インストラクターにもなりたいということもね、語ってくださいましたからね。はい、さあ、続いてはですね